はい、こんにちは。文系の、第4問やっていきましょう。でまず問題読みますね。はい、まずアルファベータを実数とします。アルファベータは実数ですと。はい、で、点03を中心とする円 C ね、03を中心とメモね、メモしておきますわ。03を中心とする円 C があって、放物線、はい、y イコール、ちょっと覚えてないな、 y イコールマイナス、3分の x 二乗、プラスアルファ x マイナスベータ、プラスアルファ x マイナスベータ、こんなやつがいます。で、点 P っていうのがいいね。点 P がルート30と、こんな点があって、これでこの放物線と円が接してて、接線一致と、はい、の時に、各問答えようってことですね。で第、括弧1問がアルファベータの値を求めよう、括弧2が、まあ、面積を求めようなんで、まあ、まず括弧1からやっていきましょうか。はい、まあ、これはね、これは問題集品質のやつですよね。ね、まあ、やったことあると思います。なんかもうあるあるです、本当。しかも括弧1括弧2って分かれてて、すごい筋道がね分かりやすくなってるんで、これは取ってほしいですね。まず、ちょっと名前つけておきましょうね。放物線の方名前つけておくと楽なので、放物線ちょっとね、何にしようかな。放物線は H にしましょうか。はい、 H 名前つけてみましょうね。y イコールマイナス3分の x 二乗プラスアルファ x マイナスベータっていうのを、まあ、H と名前をつけておきましょう。はい、でちょっと図を書きたいんですよね。図を書きたいのでちょっと書いてみますが、まずは円を書きましょうね。ここに書こう、まあ、OK 書こう。円を書いといて、で円の中心03って言ってますから、まあこう y 軸上にね中心があるんですね。はい、でまあ、これ図をきれいに書くの結構大切なんですけれども、まあ、なんか放物線で、これは上に凸ですよね。こういうやつね。こういう放物線なんだけど、それがルート30で、まあ、共有点持つって言ってるんですよ。ね。ルート30で、この h っていうのと、これ nc が共有点持つと。で、ルート30ってまあ、こっち側ですよね。で、ここら辺でなんか持って、しかも接するって言ってるんで、ね。この円とこういう上凸の放物線が接する、しかも共有点が右側って言ったら、もうこうしかないんですよ。こうしかね、ないでしょ。これ無理でしょ。これね、 y 座 x 座標が負になっちゃうし、これとか無理でしょ。これとかね、なんで一回考えてね、これちょっとか、放物線書いてしまうと、こんな感じ。まあ、ここら辺は試行錯誤しながら書いてください。で、共有点持って、これがルート30って言ってるんで、この上に x 座標を乗りますと。はい。ここがルート3。まあ、p ですね。で、ここが3と。で、もちろん原点があるということですね。はい。いいですか。はい。まあ、こういう状況ですと。いるだけ、チェックしておいてください。はい、ただ、まあ、この本当は、まあ、ここグラフ書かなくてもできるっちゃできるんだけども、まずは、この、ね、アルファベータを求めていきたいと。アルファベータが、まあ、定数で今分かってないんですけれども、代入でねガチガチやっていってもいいんですし、幾何的な問題から見たら分かるっていうので、こうボボボってやってもいいんですけど、いやまず、ね、こう P を通るって言ってますからね、 H がね、ね、これ代入しますよね。代入すると、まあ、この h が p を通りますんで、代入して0イコールマイナス、まあ、3分の3ですね、 x を2乗してプラスアルファルート3プラス、あ、マイナスベータか、こうなりますから、もうこれ一文字消去で、まあ、ベータイコール、ルート3アルファマイナス1と、ここにね出ますね。だからアルファが分かればベータも分かるというふうに、アルファベータ間の関係がすぐ出ましたと。もうこれは1個覚えておきましょう。こんなんは何も考えても出ますよね。でもう1個ね、条件を使っていきたいんだけど、重要なのは P で接するっていうものですね。接するっていうのがもうほんまに重要ね。そうなんで、こう接するっていう条件を使っていくんですけども、これ点 P ね、はい、なので、まあ、導管数をパッと出しておきましょうか。
動関数出すと y' はマイナス3分の 2x プラスアルファとこう出ます。はい、なので、ここの y' の動関数にここでの傾きが欲しいので、この x イコールルート3を代入するんですね。ね、x イコールルート3を代入するとこの時に、まあ、ここで明示的にこう書いておきましょう。ルート3を代入するとここにルート3を代入するんで、まあマイナス、ルート3分の2プラスアルファとこうなります。まあ、これが傾きです。はい、でね、まあ、これだから今イメージ的にはここに接線があって、バーッと接線があって、こいつの傾きがもうこれだと言ったんですよ。で、まあ、傾きってもう一通り出るんですよね。というのもこの円これね結ぶでしょ、これ結ぶと、ただこれもちろんここは直交しますよね。直交、これ円の性質ですね。円の接線とそれ中心を結ぶ半径は直交します。なのでこいつの傾きを求めてしまえば、まあ、これとこれ直交するねっていうことを言えばいいんですよね。でこれね、この線分の傾きなんてもう一瞬で出ますよね。一瞬ね、だって通る点2点分かってるんです。0、3通るっていうのとルート3、0って通るの分かってますから、これね、今度こっち行くよ。こっちの傾きっていうのはこれはルート3行って3下がってますから、ルート3行って3下がってるから、これはマイナスルート3です、傾き。はい、ですので、まあ、これすごい全然回答になってませんけども、これ、計算するね、やるべきことはこれとこれをかけたらマイナス1っていうのをやったりね。あ、これとこれか。なのでもう書きますね、マイナスルート3とマイナスルート3分の2プラスアルファがマイナス1と、これ入ってますか？OK さ、これ計算したらアルファ出ますね。はい、なのでアルファイコールルート3ですかね。はい、合ってるかな、合ってるっぽいね。はい、ルート3って出てます。なので、はい、ここの関係式使ってください。ベータが2ですね、2とこう出ます。これカッコ1終わり。はい、いいですか。はい、じゃあもうちょっといいですかね。もう一回流れ説明しておくと、カッコ1に関しては正直どうやってもできます。ベクトルやってもできるし、方程式書いてもできるし、どうやってもできるんだけども、まずはこれ P って座標を与えられて、それを通るって言っちゃってるから、もうすでにここに代入してこの文字を1個減らせるとね。それで、まあ、片方の文字も求めてったらええねんけど、まあ、接するって条件使わないわけにはいかないね。問題文で言ってんのがそんなの使わないわけないから、まず、まあ、思いつくのは動関数を求めて、この x 座標分かってるから、それ代入して傾きを出しておくと。でよう見たらこれね、こっちにも接してるんだから、その条件使うとこれ明らかに傾きが2点分かってるか求まってしまって、それかけたらマイナス1ですねっていうことが分かります。はい、なので、まあ、かっこいいし、ここまでいいでしょう。はい、ちょっと場所がないので答えだけ書いて、移っていきたいんだけど、もうここにアルファベータ代入していいですか。代入しておきますね。はい、アルファ x なのでルート 3x、マイナス2と、まあアルファイコールルート3、ベータイコール2って書いてましょうね。はい、どうかな。はい、そしたらじゃあ2問、第2問に行きましょうね。これに消していいかな。でもスペースがないね、あんまり。はい、で第2問は何言ってるかって言ったら、面積求めろって言ってるんですけれども、円と放物線と y 軸で囲まれた分って言ってますから、円と放物線と y 軸って言ったら、まあここですよね。ここの面積求めろって言われてます。見えますかね。はいはい、こんなんどうやって求められますよ。こんなんもうだから、何ていうか時間勝負ですよね。時間があって、すごい冷静にやれば絶対できますね。カッコ1なんか絶対できるし、カッコ2もこんなんできますよね。できます。はいはい、じゃあやっていくんですけれども、まあどうやってもできるんだけど、まあちょっとパッと思う方法でやっていきますが、まず円の方程式出しましょうかね。
円の方程式出したいんですけど、さっきね問題解くときに使わなかったんだけど、実はこれ半径も分かりますよね。半径ね、だってこれね、ルート30と03通るんですから、これ半径分かりますね。半径これ2ルート3ですよね。もうこれ三平方の定理使ってくださいね。出ますね。だからルート3の2乗プラス3の2乗は12だから、12のルート取って2ルート3です。はい、なんで半径求まりますから、円の方程式っていうのがパッと出ます。円の方程式どうなるかっていうと、これは、x の通る点でやっていくんで、x2 乗プラス y-3 の2乗っていうのは12ですね。2ルート3の2乗で12とこう出ます。はい、ですので、円の方程式も出て、H の方程式も全部定数なしで求まってますんで、これは普通に定数記号をするっていう方が早いような気がしますので、これをね、これ因関数ですので、これ Y について解きたいと思います。Y についてね。なので、ちょっと Y について解くんですけども、どうやっていくかっていうと、そうだな、ちょっと丁寧にいくと、Y-3 の2乗っていうのは、12-X2 乗、これ移行しただけですね。なので、Y-3 っていうのはプラマイの ルート12-X2 乗と、はい、こうなりますね。なんで、X イコール3プラマイルート 12-X2 乗になるんですけども、プラマイって何なのかっていうと、ね、プラマイっていうのは要するに、ちょっと書き直しておくと、Y イコールもうこうですね、3プラマイルート 12-X2 乗、こうなるんですけども、これね、2本出てきてるんですよ。ね。でも、因関数から要関数に表示変えたんですけど、y で解くと、これね、プラマイってことは2個あるんだけど、これどういうことかっていうと、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、こう、ね、y イコール3っていう線引いて、これでバチッと切ると。こう円をバチッと切ると、切っちゃうと、これね、1本2本って2つに分かれると。で、それぞれのグラフを書いたのはこれなんですよね。で、もちろん3プラスルート 12-X2 乗っていうのはこの上側を表してて、3マイナスルート 12-X2 乗っていうのは下側を表してます。はい。で、今、積分に使うのはここですからね。なので、下側を使います。なので、ここの式っていうのはどうなってるかっていうと、y イコール、3マイナスルートの 12-X2 乗となってます。まあ一応ここも書いておくと、こっちは y イコール3プラスのルート 12-X2 乗となってます。はい、これいいですかね。なのでもうこれね、積分はね、もう一瞬で終わるんですよ。はい、だって積分区間はって言ったら0からルート3ですからね。0からルート3までの積分どうするかって言ったら、こっち側の関数引くこっち側の関数するんですよね。で、こっち側の関数を今求めたこれだから、3マイナスルートの 12-X2 乗っていうのから、こっちの放物線の式、これですね。を入れます。ので、ちょっとこれ入んない疑惑、これ入んない疑惑ですね。このままいくとちょっと危ないので、ちょっとね、左に詰めます。ちょっと上で後で計算するんで、ちょっと我慢してね。ルート0、3からルート3までの、括弧、3マイナスルート12マイナス x2 乗引く3分の x2 乗プラスルート 3x プラス2括弧閉じのこの全体の積分しなさいと。これ入ってますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。これでもう終わりですね。これ計算したら終わりです。大丈夫ですか？言ってる意味わかりましたね。まず計算云々の前に言ってる意味ですね。まず因関数だったので要関数表示して、まあ、上側と下側に分かれると。で、今回は下側を使いますと。で、ここね、この部分が y イコール3マイナスルート 12-x2 乗で、ここはもちろん h の式で与えられているから、上側の関数マイナス下側の関数を、もう分かってますが、0からルート3まで積分しなさいよと。そしたらまあ求めたい面積が出ますということですね。なのでこの積分をバリバリ計算していきます。はい、なのでちょっと黒板変えますね。もう特にグラフとか関係なく、もうここからはただ単純に手を動かすだけなので、3-12-x2 乗-3x2 乗プラスルート 3x-2 と
ちょっと黒板ガタガタうるさくてすみませんね。はい。で、ちょっと中を整理しますね。まあ、こんなんもうほとんどもう動画を止めてやってくださいって言った方がいいかもしれませんが、何が残るかっていうと3分の x2 乗と、1次の項がマイナスルート 3x と、プラス5ですね。3とプラス2でプラス5があってマイナスの 12-x2 乗と、まあこんなもんですかね。はい。でこれはあとはゴリゴリ計算していきますと。はい。で、まあ、これを見ると、まあ、前半の3個はねスパスパいきますよね。はい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 、 OK。 今ちょっとあのカメラマンさんからガタガタならないようにはこうなんか押さえながら書いたらいいよって言ってくれました。ありがとうございます。ちょっとねめんどくさいだからちょっとあんまやらないかもしれないけど、はい。で、最初の3個に関してはこれあの多項式ですからパッと積分できます。問題はこいつですね。ルート 12-x2 乗っていうのはどう積分していくかってちょっと考えものですね。まあ、分かる人には分かると思うんですけど、もうちょっと丁寧にやっていきたいと思います。なので、ちょっと明示的に、ちょっと分けて考えたいので、ここまでとりあえずインテグラル閉じますね。これは今まで通りでいきますと。でマイナスの符号を出しといて、インテグラルの0からルート3の 12-x2 乗のルート、これちょっと別々で考えたいと思いますね。はい。そしたらまず前半いきましょうか。前半このインテグラルは、はい、もうねもうちょっといきなりもう積分しましょうか。はい。ここ計算します。ここはどうなるかって言ったら、はい、これはね、わかりますよね。これ、積分していくと、9分の x3 乗マイナス2分のルート 3x2 乗プラス 5x との03と。押さえたらならない、いい感じね。はい、これね、いいですか。これ積分したらこうなります。あ、微分したらこうなりますからね。これ積分ですね。はい。なんで、これ、代入します。ルート3だったね。はい。たら、ちょっとなんかいろいろめんどくさいんだけど、ここね、計算を合わさないとダメなんで、しっかりやっていきましょうね。ちょっと僕もちょっと見ながらやらせてもらいますが、第1項が3分のルート3になって、ここが、2分の3ルート3かな ?2 分の3ルート3で、プラス5ルート3。なので、これは、計算したらどうなるかな、どうなりますかね。これは、あらかじめ計算しなかった。6分の、6分の23ルート3って言ってますね。ちょっと確かめてみますね。6分の2ルート3マイナス9ルート3のプラス30。合ってますね。はい。ここです。ここら辺計算をしっかり合わせていきましょう。なので、1個目は、ちょっと書いておきましたね。23ルート3と。はい、あとは問題後ろです。はい。で後ろの積分なんですけど、こいつですね。はい。これはね、はい、どうしますか。これはね、まあね、これ見たら知ってる人には分かるっていうだけなんですよね。はい。ちょっとできますか、すぐ。これ置換積分ですね。置換積分するやつですね。はい。パッと出てきますか。これはもうこれ見たらお決まりなんです。お決まりのことをします。どうやるかっていうと、これ x イコール2ルート3サインシータとこう置き換えます。はい。とこれ出てきますか、すぐね。出てこない人ちょっと後で、解説聞いておいてくださいね。と置くと、まあ、一応 dx を求めておきましょうね。dx っていうのは、これ両辺を積分し、微分したいので、2ルート3コサインシータ d シータ。これ入りますか?ちょっと厳しい。すいません、すいません。なので、ちょっと細長く書きますね。dx イコール、2ルート3コサインシータ d シータ。どうですか?はい、ありがとうございます。これ大丈夫ですね。これ両辺微分したいよね。はい。で、今 x の変域が
0からルート3に行ってるって言ってるんですよね。でこの時にシータはどう動くかっていうのをちゃんとチェックしておかないといけませんね。というのはこれ変数変換をしてるんでどういうふうに動くかってチェックしておかないといけないんですけども、 x が0の時っていうのはサインシータが0ですから、サインシータが0ってことはシータはどうですか。サインシータが0ってことは0ですね。はい、大丈夫です、はい、でルート3、 x がルート3の時はまあ、この式にルート3代入したらこうですから、サインシータが2分の1と、はい、なのでサインシータが2分の1になる場所といったらこれは6分の π です。はい、いいですか。はい、ただまあこういうふうに変数変換できましたので、あとは置換をして実際に計算をしていくんですけれども、なんか場所が足りないような気がしますけどね。ちょっとここら辺から計算していいですか。ルート3の、はい、元の式は置換によってどう変わるかっていうと、まず、積分区間が0から6分の π に変わります。はい、で、x にこれを代入しながらいくので、ルートの中が12-12sin2θ となります。で dx の代わりにこいつですね、2ルート3 cosθ dθ とこういきます。はい、いいですかね。でこれ計算するとどうなるかっていうと、インテグラの中身を計算すると0から6分の π までの、これはね、まあ、ちょっとパッとやってしまうと12が前に出るんですよね。っていうのもここでルート12が出て、ね、これルート12ですからかけて12が出ますからね。で12の0から0から6分の π までの、cos2θdθ とこうなります。いいですか。はい、でまあ最初なんでこう置いたかっていう答えがこれなんですね。はい、っていうのはこれなんでこう sinx で置いたかっていうと、あ、sinθで置いたかっていうと、このルートの中が cos で書けるようにするためにこう置いたんですね。ね、言ってる、分かりますよね。はい、こんな詳しく必要説明する必要ないと思ってますが、もちろんこの2ルート3っていうのはこのルート12だから2ルート3、ルート3です。なので、2乗した時に同じ数字が出てくるようにこう置換して、でこう結果的に12ルート12を前にやると1マイナスサイン2乗シータになって、ここコサインになって、コサインとコサインとコサイン2乗が残ると、で他は全部前にやると、そういう感じですね。はい、なのであとはこの積分をしてください。はい、もういいような気もしますが、これはちょっと変形すると 6×6 分の π の1プラスかな、1マイナスか、1マイナスコサイン 2θ かな、こうなりますね。これはちょっと待ってね、あ、怪しい気がしてきたからやっておくと、コサインの 2θ ってどう書けますかと、ね、これは2コサイン2乗 θ マイナス1ですよと。ですのでこれパッと移行すると、だから足し算だな、危なかったね、0から6分の π までの cos2 乗θっていうのは倍角の公式使うとこれ代入して1プラス cos2θ の dθ とこうなります。はい、あとはこれをバリバリ計算したら終わりですね。ちょっとスペースがないので、ちょっと厳しいんですけども、これは答え何になるのかな、ちょっと計算してなかったかな。あ、あったあった。はい。なので、どこでやろうかな。ちょっとここ消させてもらっていいですか。消させてもらいますね。はい。この今の一番最後の式を計算続けていきます。はい。と、まあ、6は置いといて、バチッと積分しますね。θ マイナス、じゃプラスか。プラス、2分の1 sin、2θ の0の6分の6分の π ですから、結果的には、6の、6分の π の2分の1 sinπ だから、これ厳しいかな、危ないかな、
入ってますかね、大丈夫、2分の1のサインの3分の π ですので、π と、なんだ π とプラス、サインの3分の π っていうのは2ルート3だから、2ルート3に3がかかって2分の、3ルート3とこうなりますね。はい、たら OK です。ちょっと計算合ってるか危ういんですけど、ちょっとチェックしましょうね。でこいつが、この結果ですので、マイナスの符号を忘れずに、π プラス 2分の3ルート3と、はい、たらあとはこれまとめて終わりです。計算しておくと、これちょっと通分して6なんで3倍して、339の9引いて14かな、6分の14なんで3分の7合ってるかな、3分の7ルート3マイナス π と、これですね。はい、まあ、合ってると思います。答えは、はい、合ってますね。25分、あ、はいはいはい、ちょっと長くなってきましたね。はい、答えはこれです、ね、以上で、まあ何だろうな、致命的にすごい難しいってとこはなくて、まずカッコ1はできます。アルファとベータ出ますね、出ます。で元に戻して、ね、出すのは自分で好きにやってください。で求めるべきところはここだというのはちゃんと定めたら、あとは、まあ、バリバリ積分をしていけばいいんですけど、まあこれね、まあ一般的にもうちょっと簡単なやり方があるかなっていうのを今思って、というのもここルート3で、ね、ここ2ルート3ですから、ここの直角三角形ね、今ちょっとそう見えませんが、ちょっとあんま図が悪いんだけど、これ1対2対ルート3なんですよね。ちょっちゃそう、1対2対ルート3の三角形ですよね。ここがここの角度が6分の π なんですよね、ここ。はい、ですので6分の π つまり30度なので、この扇形が、この扇形の面積が、これ30度の扇形なんで、もうすぐ出るんですよ、面積がね。はい。なので、まあ、そういう解き方もありますよね。言ってる意味わかりますか？なので、ここのね、三角形すぐ出るじゃないですか。三角形。こんな面積一瞬出れますね。で、ここの積分は割と簡単に求まります。ここの積分。これは、この積分をするときには、こいつが、このややこしい部分が入ってこないので、この積分計算なしで、まあ、このでっかく積分できますね。ですので、三角形出すでっかく積分して、それからこの扇形を引けば出てきますと。いうふうにやるのも、まあ、いいですかね。まあ、時間に余裕がある人は二重に計算してチェックしてみてもいいと思います。はい。まあ、こういうね、6分の π っていうのをすぐ気づけるかっていうのが問題ですかね。まあ、2ルート3が出てきてルート3があったら、まあちょっと気づくと思うんですけどね。そういうふうに計算の、省略をするっていうのもいいと思います。が、まあ、それ以前の問題として、こういうふうに因関数を要関数で書いて、一発でゴリゴリ計算していくっていうのも、まあ、ある意味で理論的にね、そういうふうにできるんだってことをしっかり知っておいてください。はい。そしたら、今回こんなもんでいいですかね。はい。ちなみになんだけど、なんでさっきの6分の π っていうのが出てきたかっていうと、ここね、ここですよ。ここ6分の π だからですよ。はい。これ6分の π だから、さっきの角が6分の π ってすぐわかるんです。まあ円の積分なんでね、そういうふうにちょっと対応してますからね。はい。そんなもんすかね。で、意外とこのグラフ書くの難しいですからね。ね。このグラフがこういうふうに定まるっていうのはバッチリと考えてくださいね。こういうのは考えないとダメです。この与えられた条件から素直にこういうふうにしかありえないなっていうふうにちゃんと把握してください。はい。さあ、そしたら、計算多いですけど、中身はそんな濃くない問題でした。お疲れ様でした。